アマゾン限定のブルーレイボックスの方には、なんとね、ハンカチがついていると。で、問題はね、そのハンカチがブロリーかどうかということだったんだけどさ、なんとね、まさかのね、ブロリーだった。完璧ならブロリー。ブルーの方がアマゾン限定版で、ハンカチプラス、あとね、やばいのが、スカウター型のアクリルフォトフレームプラスにね、作画監督の書き下ろしフォトカードが付いているという奇跡やらこう。あの白い箱に入っていると思うんだけど、それ以外は全部同じだと思うんだよね。サイヤ人缶バッジセットに32枚のポストカーディングでしょ。で、オリジナルカードフォルダに豪華60ページのブックレット。ということで、赤の方と同じ。一番上に、ドゥル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 、ブロリリ、ドゥドゥルル。しかも悟空もいるしね、ブルー悟空とブローリパワー、確実にパワーでしょこれ。なんだこの上腕二頭筋はパワー。うわーこれ永久加工だわ。 Not for sale、 非売品、超絶レアっしょこれ。こんなにかっこいいハンカチーフあるこの世に、いやねえだろう、全くねえよこれ。このガタイモスパワー、うおーパワー、すげえ、ブロリーのハンカチ、いやまさかブロリーのハンカチをゲットできる日が来るなんてな。やべえ、男の子のギブでしょ、ブロリーのハンカチをいつでも持っているという男のたしゃみ。ブロリーのハンカチ、うわー、マッスルのたしゃみ、ロゴ超かっこよくないこれ。ドラゴンボールスーパーブロリー、あとブル悟空いるのもいいね。つうかここゴジータの方が良かったんじゃない、そしたらベジータの要素も加わるから最強のハンカチだった。でもブロリーいるだけで本当、あ裏どうなって、あ裏は真っ白だね。なんか違うの入ってないかな、こっちブルーレイボックスだからさ、もうなんかプラスみたいな、ブルーレイボックス限定みたいなプラスみたいのはないね。スカウター型アクリルフォトフレームは結構予想ができるんだけど、これフォトカード全く予想できんわ。え、どんな、ブロリー頼むぞ。まあ、いるでしょ。だって映画ブロリーだぜ、パワーだぜ、映画パワーだぜ、いねえわけねえよな。それではメインディッシュ、本日最後のメインディッシュ中のメインディッシュ。いや、ハンカチも最高だったわ。このブローリーのハンカチをここにね、飾って、ブローリーをフルパワー。しかもフルパワーっていうのがいいよね。上半身マッスル。ほほほほほ。上半身マッソ。うわ、めっちゃかっこいいわ。めっちゃかっこいいわ。ちょ、待って。え、待って。わこれは、これ神じゃない、チライト、ブローリーの、チライトブロリーのショッティングじゃないこれ。え、マジで、あ、これはもう絶対ゲットするしかねえわ。もうこれマスト、マスト、マスト。一家に一個これマスト。うーわ、ちょっと待って。あ、ここがスカウターになってんだ。ここが、あの、スカウターなんだね。ちょっとわかりにくかったけど。うわ、めっちゃいい、ブロリーとチライト。レオとバーもいるね、バーも。あとここに、カカロッティいいんじゃん、カカロッティ。これカカロッティ、ちょっと待って、カカロッティ。お、カカロッティ、カカロッティ。うわぁ。待って、このフォトカードだけでもちょっとやばいんだけど、俺来るんだけど。それプラスこんなかっこいいケースもあるっていう、スカウターの。すごい。え、これってさ、立てかけられないの？あ、やっぱ立てかけられるね。うおぉ、ドラゴンボールスーパー、ブローリー。最高すぎるセットだわ。これやばいわ。絶対ゲットするしかない。つうか、このフォトカードやばい。これ1枚狙う価値もある。この1枚だけを狙う、このブローリーとチライの。うわ、やべえ。もう本当にやばい。これ、今出したから、封印を解いたから、さっ。すげえ、しかも、スカウター型っていうのが激アツだよね。うわ、マジでか。いや、めっちゃ嬉しい、これ。全員集合バージョン。でもって、この台座に、こう、かっこよすぎる、ドラゴンボールスーパーブローリーって書いてるね。もう、ブローリーって書いてるだけでもうさ、ブロリスト泣くだろ、これ。もう、ブローリーって書いてるだけでさ、もう、ブロリストはコレクションなんで、もう、これ、この台座でさえゲットしなければならないんですけれども、ここに、このめっちゃかっけえ台座に、セッティングするってことでしょ、これ、要するに、こういうことだよね。こういうことでしょ、うおー、え、待って。てこれやばすぎ、やばすぎ、え、てかこれ狙いでゲットしてもいいわ、本当に。 DVD ボックスとブルーレイボックスダブルでゲットすべきだね。これはもう絶対これ義務だわ、ゲットするしかないわ。 DVD ボックスとブルーレイボックスダブルでゲットすれば DVD とブルーレイダブルコンプじゃん、これブルーリストの義務じゃん。でダブルコンプしてさらにセット内容ダブルでゲットできると、うわー、開ける用と保存用ダブルでゲットできるし、アマゾン限定バージョンにはね、ハンカチがついてくるといい。ハンカチがついてきて、さらに、
これでしょ。いや、これメインだな、本当に。すげえ、DVD と同じぐらいのメイン貼ってるわ。めっちゃ嬉しかった。これ最高じゃない？全部、もうこの全部セットを含めて最高だった。素晴らしいね、この DVD ボックス、ブルーレイボックス。ダブルで素晴らしかったわ。ありがとうございます。もうなんか限定版とかないよね。これだけだよね。まだ他にあったら買おうと思うんだけど、まあ、あったらちょっと買うわ。ということで、今回は最高のね、このアクリルフォトフレームとフォトカードもついている Amazon 限定のブルーレイボックスの開封レビュー動画でした。ハンカチも最高だったしね。みんなもぜひゲットしてみて。最高だからこれ。もうこれはもう絶対ゲットするしかないよ。もうブロリストじゃなくてもゲットしなければならない。最高のセットだった。いやー、これもう本当に嬉しいわ。まさかこんな最高な感じだったとは全然知らなかった。ほんとサプライズだったな。めちゃめちゃおしゃれだよね、このスカウター型のアクリルフォトフレーム。超気に入ったわ。これ売ってるかな？ちょっとこれ単体で売ってるかどうか。いや、でも売ってないだろうな。Amazon 限定の特典だもんね。売ってたらなんか特典じゃなくなる気がするもん。絶対、でも売っててほしいという気持ちもある。ちょっと後で探してみるわ。売ってたらたくさん買おう。赤とかもなんか色たくさん欲しいよね、このスカウターバージョンのやつ。